細野春臣、細野春臣、細野春臣、1947年7月9日帯は、日本のミュージシャン、京都聖火大学ポピュラーカルチャー学部客員教授、2008年芸術戦勝文部科学大臣賞受賞。1947年、昭和22年、東京都港区生まれ、特に裕福ではないが、厳しい環境でもなく自由な少年時代を過ごした。 父方の祖父は、鉄道官僚で、タイタニック号所女公開唯一の日本人、乗客であった、最成分。母方の祖父である、中谷隆夫は、ピアノ調律し、おばが外資系の映画会社勤務という環境から、幼い頃から、ポピュラー音楽に親しんだ。中学時代に、ロックに興味を持ち、15歳あたりからギターを手に、友人とバンドを組む。漫画家を志したこともあるが、 立教高等学校、現、立教ニーザ高等学校、立教大学の同級生だった、聖願、良平の才能に感服し、漫画家を諦め音楽の道を進むことを決意する。高校時代から、フォークの洗礼を受け、ボーカルにも挑戦し始める。この頃、ボブ・ディランに大きな影響を受けた。立教大学在学中にベースを始め、数多くのバンドを経た1969年、 エイプリルフールのベーシストとしてメジャーデビュー。その後、大滝栄一、松本隆史、鈴木茂とハッピーエンドを結成し、日本語ロックの石杖を築く、本人は当初、日本語でロックを歌うことに反対していたという。九百七十三年のハッピーエンド解散後、ソロ活動と並行して、鈴木茂、林達夫、松藤山沙��とキャラメルママ、後にティンパンアレと、 改名を結成。演奏、プロデュースチームとして、多数のアーティストの楽曲に参加、荒井由美などのプロデュースも行う。自身のソロアルバムでは、ファーストの、細野ハウス、1973年は当時埼玉県、鞘山市のアメリカ村にあった自宅で録音を行い、その後の、トロピカルダンディ、1975年、タアミ陽光、1976年、ハライソ、 1978年と続くトロピカル三部作では南国楽園志向にアプローチし、この三部作でのニューオーリンズや沖縄、ハワイ、中国などの音楽をごったににしたサウンドは海外の構図家からも注目されるようになる。この作品に加えてプロデュース作品である西岡郷造のロッカバイマイベービーがある。名義上はプロデュースだが、実質は共作である。 漫画家の諸星大二郎のファンであり、彼の漫画のタイトルから曲名を付けたこともある。シンセサイザーコンピュータを用いた音楽やディスコへの興味が高まっていった1978年、元サディスティック、ミカバンドの高橋幸宏、当時スタジオミュージシャンでもあった坂本隆一とエローマジックオーケストラ、YMO 結成。当初は細野主体の企画もののバンドと捉えられていたが、 1980年には、その活動がブームを巻き起こす。YMO の成功をきっかけに、メディアにも露出するようになり、アイドル、歌謡曲界への多数の楽曲提供、新人発掘のためのレーベル、前の高橋との共同による立ち上げなど個人としても、勢力に活動を行う。また、ビデオゲーム、ゼビウスの音源をダンスミュージックにアレンジしたビデオゲームミュージック、 1984年をプロデュース、ゲームミュージックが音楽ジャンルとして確立するきっかけを作った。1983年の i m o 3回、解散後は定築に移籍し、ノンスタンダードとモナドの2つのレーベルを立ち上げる。ノンスタンダードレーベルからはピチカート5やワールドスタンダードを輩出。また、自身の代表作として映画、銀河鉄道の夜の サウンドトラックを手掛ける。モナドレーベルからは実験的な作品を中心に、いわゆる観光音楽と呼ばれる作品を発表。代表作として映画パラダイスビューのサウンドトラックを手掛ける。その後、1989年にエピックソニーに移籍し、ソロアルバムアマニーサイトシーイングを発表。また映画紫式部源氏物語のサウンドトラックを手掛ける。 その後、ソロアルバム、メディスンコンピレーションを発表。その後も、プロデューサーや作曲家としての活動や映画音楽の提供、メゾンド、ヒミコ他などをこなしながらも、ソロアルバム発表や多くの他アーティストとのユニット、別交参賞結成な事故の音楽活動も毎挙に、暇がない。YMO 時代からの多忙と、日本のバブル崩壊以前の消費社会に対する疲弊に、 ヘキキとした後、1980年代後期には、ワールドミュージック、1990年代には、アンビエントミュージックに深くアプローチし、大量消費に頼らない音楽を模索した。自身のレーベル、デイジーワールドディスクスを1996年に、創設、2002年より、YMO 時代の名優、高橋幸宏とスケッチショー、スケッチショーを結成し、 フォーキーなエレクトロニカサウンドに取り組む。また2005年には HIS にてシングルをリリース。翌年この名義にて今和の清志郎のライブに参加するなどしている。スケッチショーは坂本隆一ともコラボレートしており、ライブやコンピレーションアルバムでは3人でヒューマンオーディオスポンジ、ハスとして活動も行う。2007年にはハスとしてのライブ活動のほか、YMO としても、 ライディーン79-07を発表、さらには、橋本としても、レスキューを発表するなど、活発な活動を行っている。その一方で、2005年9月に、佐山東海山公園で行われた、ハイドパークミュージックフェスティバルでは久々にボーカルを、とって、細野ハウスの曲を披露。以降、東京シャイネスやハリー細野クインテットなどのユニットを、結成し、カントリー ウェスタンスタイルのライブ活動を行う。これらの活動は2007年9月に発売されたソロアルバムフライングソーサー1947に結実する。また、同年4月に坂本隆一の立ち上げたレーベルコミューモンズからトリビュートアルバムが売りされ、同年7月にはトリビュートライブが日比谷野外音楽堂でも用された。2008年には トリビュートアルバムの続編も発表されている。音楽家としての活動以外にも俳優としてテレビドラマや映画に出演したり、また低音が響く声が評価され、TV 番組やコマーシャルのナレーターとして起用されることも増えている。しかし、本人は自分の声が嫌いなようで YMO のアルバム BGM に収録されているラップ現象などイコライザーで 自身の声の定域をカットしている楽曲もある。2008年3月、平成19年度芸術戦賞の大衆芸能部門で文部科学大臣賞を受賞。2011年、くるり、細野春海東北ツアーを開催。一般的には、ベーシストやキーボーディストとして知られているが、ギター、ピアノ、オルガン、ドラムス、ビブラフォーオン、シロフォン、シャミセント、 マルチに演奏できる。実際に、クラウン時代のトロピカルダンディやタイアン陽光では、上記した楽器を演奏しているほか、ドラマーとしては、実際に大竹栄一の恋の記者ポッポで、別名のウノモンドで参加している。また、荒井由美のルージュの伝言の VTR において、ドラムで参加しており、細野さん、ドラム叩けるのと、本人から、辛口のコメントをもらっている。 佐山に住んでいた頃、ネズビという名前の猫を飼っていた。また、1970年代には、いくつかの雑誌にコラムを書いている。当時出したアルバムのことなどである。それらのコラムは、CD、ボックス、ハリー・ホソのクラウン・イヤーズ1974から1977のブックレット転載されており、読むことができる。アルバム、トロピカル・ダンディの歌詞カードにも、 島についてというコラムを寄せている。2015年、キネマ旬報に連載したコラム映画を聴きましょうで第42回キネマ旬報読者賞を受賞。母方の祖父、中谷隆はヤマハ勤務を経て社団法人日本ピアノ調律師協会の前身である全国ピアノ技術者協会の創設に力尽くし、分筆の際に優れ、 数多くのピアノ技術書を翻訳して刊行し、国立音楽大学の音響工学科講師を務める、東日本屈指のピアノ調律師として、名を馳せた。細野春臣の父方の祖父である、細野正文は、日本人で唯一豪華客船タイタニック号に乗船し、事故から生還した人物である。映画、タイタニックの公開に合わせ、1998年に、ウォルターロード、 タイタニック号の最後、佐藤良一役、ちくま文庫が再刊され、細野は祖父のことを記した文章を寄せた。また、ギャビン・ブライアーズの、の1994年版 CD の日本版、ライナーノートでも、本件に関する質疑に答えている。細野は2012年、自己犠牲者の共同墓地があるカナダのハリファックスを訪れており、その模様は2012年6月7日の、 NHKBS プレミアム旅の力で放送された大西博美洋博物館に展示されている乗船名簿に祖父の名を見つける M 細野ではなく M 細野と間違っている事故が起きた100年前と同じ4月21日に行われた追悼式を再現した式典参加するとしたまた犠牲者の共同墓地も訪れた細野は同じミュージシャンとして タイタニック後沈没まで演奏していて犠牲になった8人の音楽家のことが気になっていたという。細野は1970年代に多くの作品で演奏に参加している。ここでは、ハッピーエンド、ティンパンアレイとして演奏に関わったアーティスト以外の一曲でも演奏で関わったことのあるアーティストをスする。あがた、森尾、生田慶太郎、伊藤孝夫、井上陽水。 遠藤健二、大滝英一、大野義男、岡林信康、小倉慶、香川亮、笠井貴美子、加藤和彦、金信之氏、賀路、北島治、小坂正、斉藤住宏、ザディランイー、沢知恵、ジミー、牧田、高田渡、る、寺本圭一、友部正人、中川伊佐中川五郎、中山ラビ、中島美雪、西岡京蔵、布、谷文夫。 平尾正明、ブレッドバター、星野源、ミッキー・カーチス、南雅人、南義孝、森山良子、矢野明子、山下達郎、山本幸太郎、和田明子等。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。